と呼べる時がやってきてたこと気づかず忘れあぐねた右に君の訪れ日々の中で思う過去はなぜあんなに鮮やかでいて戻りたくなるのでしょう懐かしいねそうだねあの日重ねたページが何匹恥ずかしいねどうして答えられない二人に巡る自由と不自由が駆け違い過ちだとうずめては手紙のような言葉ばかりで寂しいけど、昼に着れない大人は苦笑い。一番なりたくないものに人はどうして最短距離でなってしまえるのだろう赤ちゃけた髪を熱い胸にくぐらせて重ね